絶品の美酒を販売中です。どうぞお試しを。どれどれ、うん、こんだけ資金を集めたらもう十分だよな。ベルンハルトのところに戻ろうぜ。リオナちゃんはベルンハルト、資金をたっぷり集めてきたぞ。もう終わったのか。なんという手腕だ。よし、僕の方も仕入れ先との商談が終わったところだ。少し待っててくれ。どうだ、いい感じだろ。もし何か他にも案があったらいつでも店の装飾を変えてくれて構わないよ。おお、いい感じの立派なお店だな。よし、オイラが店の名前をつけてやるぞ。そうだな、セピロスザーザーショップにしよう。それって褒め言葉だよな。ベルンハルト、他にオイラたちにできることはあるか。資金調達は大変な仕事だし、きっと疲れてるだろう。細かな雑務は全部僕に任せてくれ。代わりに君たちはその幅広い知識を使って経営方針や営業方法、サービスの特徴や品質管理などを考えてほしい。こういった専門的な話は他の店主から聞いたんだが、実はよく理解できていなくってね。でも重要であることは確かだから、君たちに決めてほしいんだ。つまりオイラたちが店主としてお店の戦略を立てて、お前が店員として具体的な仕事を担当するってことか。そういうこと。僕は体を使うのが得意だからね。まさに道具として使ってくれ。おいおい、そこまでする必要はないぞ。オイラたち別に悪徳店長ってわけじゃないし。ベルンハルトは先に休んどけよ。オイラはこいつと経営戦略について話し合っとくから。よし、要点ははっきりしてるな。目標はフェア最高の料理店だ。さあ、ベストな状態で最初のお客さんを迎えるぞ。旅人とパイモン、まさかこんなところで会うとは思いませんでした。モナとフィッシュルじゃないか。お前たちもフェアに遊びに来てたんだな。命名のうちに覚えた予感により、メギストス卿を連れて凡俗の仮説を視察しに来た甲斐があったわ。このありふれた終日に条理より外れし気があるとは、実に素晴らしい。お嬢様は喜びの声を抑えておられますが、あなた方にお会いできてとてもご機嫌なようです。オズ、変に誇張しないでくれる。古本、やはり私から説明しましょう。先日
皇女殿下がいい夢を見られたそうで、近々何か幸運なことが起こるのではないかと、私のところへ先生術のアドバイスをもらいに来たんです。その際、武竜祭が盛り上がっていることを耳にし、一緒に行かないかと誘ってくれました。もちろん喜んで承諾しましたよ。執筆の締め切りに間に合わせるために、祭りのセールでちょうどいろいろと仕入れる必要がありましたから。実は皇女殿下が教えてくれていなければ、私は武竜祭が開催されたことすら気づかなかったでしょう。メギストス卿、今の話は補足する必要があるわ。あの夢は9日も前のものよ。その間メギストス卿から返事がずっと来なかった。だから私が直々にあなたの邸宅を訪問したの。待ってください、9日？あれからもう9日も経っていたのですか？早すぎません？でも今回の執筆はメギストス卿にとって極めて重要なもの。私も大目に見てあげるわ。ですがメギストス卿も注意された方がよろしいかと。郵便箱がびっしりと詰まっていたら音信不通になっていると勘違いされる方も少なくありませんので。モナは学問の研究に没頭するあまり、時間も人に返事するのも、それからこんな盛大なお祭りがあることも忘れちゃってたんだな。とにかく時間がありません。早く必要なものを買いに行かないと。そういえばあなたが自分の店を開いているとは思いませんでした。しかも私が一番注目している料理店だなんて。実は人に頼まれてな。オイラたちのお店をよろしく頼むぜ。そうですね、おすすめのそのおつまみはありますか？もちろんいっぱいあるぞ。メニューには、あ、待てよ、おつまみ？まさか執筆がうまくいかないからってお酒でも飲み始めたのか？そういえばお嬢様がよく訪問されていたので、そのせいでかなり遅れが出ているのかもしれません。いえ、お酒も訪問もどちらも関係ありません。そう驚かないでください。以前皇女殿下の得意料理冷製肉盛り合わせをご馳走に、失礼、寄生シンフォニーでしたね。その味はこれまでに味わったことのないもので、一口噛むごとにちゃんとお肉の満足感があり、気づけば完食をしていました。まあお客さんに料理を楽しんでもらうのも料理人にとっては一つの評価だからな。冷製肉盛り合わせは本当に素晴らしいものです。エネルギーの補給ができ、長期保存も可能。一般的にはおつまみとして食べられるものなんですよね。価格を除けば他の全ての面において満足サラダに勝っています。しかし考えてみてください。武竜祭はお酒をテーマとしたもの、つまりおつまみを割引価格で買うことができるはずです。まさにこれは天が与えし贈り物、しっかりと手にしないといけません。歓喜の声を上げなさい、メギストス卿。あれは私が旅の合間に思いついた作品に過ぎない。極上の料理を堪能する機会はまだまだあるわ。まだ本領を発揮していないとお嬢様はおっしゃっています。ええ、分かっています。皇女殿下の腕前はあの時の料理をはるかに超えているものでした。ただ臣下の私が皇女殿下に料理を頼むなんて、いや、つまり家に来た客人に料理をお願いするなんてこと、せめてサラダ以外の品を用意できればお口に合うものを出せたかもしれません。え、モナはそんな風に思ってたの？こういう時は先を読んでいたとか対局を見据えていたとおっしゃった方が
お嬢様にお似合いかと。その通りよ、メギストス卿。私が認めたものとして、あなたは星空の秘密を知り尽くしているはず。私を喜ばせる必要はないわ。別にいつもこんなに忙しくしているわけではないんです。それに時間の余裕があるときに他の分野を学ぶのは何も大変なことではありませんので。うん、オイラたちセピロスザーザーショップに任せろ。うちにはそのまま食べられるおつまみだけじゃなく、少し調理するだけで食べられるものもあるぞ。それぞれちょっとずつ買うのがおすすめだ。ちなみに少し調理するだけで食べられる方は失敗しにくいし、作るのもすぐ慣れるはずだ。難しい料理は忙しくない時にでも挑戦すればいいと思うぜ。もちろんモナの家に行って教えてやってもいいぞ。旅人は料理がうまいからな。ああ、それはいいアイデアですね。これなら多少値が張ろうとも構いません。メギストス卿、あなたの傑作を心待ちにしているわ。それからパイモン殿の助言を念頭に置き、合理的に予定を立てるのがよろしいかと。ええ、今に見ていてください。今度私の家に来た時、格段に美味しいものをご馳走しますので。セピロスザーザーショップの初収益だ。そうだな、お客さんが気に入った商品を買う姿を見たらオイラも嬉しくなってきたぞ。誰かが必要としている商品を売るってこういうことなんだな。店主の仕事って案外楽しいかも。よし、この調子で店の名を轟かせてやろうぜ。